鬱も悩みも苦しみも消える。私の講演会を聞いてくださった佐賀県唐津市の女性の話です。私は以前よりトイレ掃除をやり続けていると臨時収入があると話しているのですが、その女性がトイレ掃除を実践してみたところ、鬱が治り、抱えていた悩み苦しみが全部消えて楽になれたのだそうです。その体験を会社の同僚に話したところ、影響を受けた人たちが次々とトイレ掃除を始めました。現在その会社の社員約120名がおのおの毎日公衆トイレ30箇所を回って素手できれいにしているとのこと。少ない人でも1日10箇所はやるそうです。その人たちが言うには、今唐津を中心として佐賀県内の公衆トイレはどこもピカピカですよとのこと。確かに毎日120名もの人が自分の会社の商品を売るのをやめて、その代わりに佐賀県中のトイレ掃除に奔走しているのですからね。ここはあまり知られていないだろうと穴場の公衆トイレを探し出しても、入ってみるとすでにトイレットペーパーは三角に折られピカピカになっている。しまった、先を越されたと悔しくなる。みんな汚れているトイレを一日中探し回っているそうです。不思議なことに、営業努力をしていないにもかかわらず、不況下においてもこの会社は全く経営難に陥っていないのです。それどころか、トイレ掃除をみんなが始めたあたりから、なぜか商品の注文の電話がどんどん入るようになった。こちらからは全然営業に行っていないのに勝手に電話が鳴るのです。詰まったトイレに出会えない人生はつまらない。佐賀県のその120人の方々の周囲で噂を聞いてトイレ掃除をやっている人は多分500人はいるに違いない。さらに月1くらいならやってみようかなという人も1000人くらいはいるのではないだろうか。佐賀県は今全国で一番トイレ掃除をやっている県かもしれません。先ほど宝くじの高額当選の確率が全国47都道府県の中で佐賀県だけ突出しているという話をしました。もしかするとこの集団トイレ掃除の結果として富が降ってくることになったのではないでしょうか。120人の社員がトイレ掃除ばかりしているというその会社の社長さんがこんな話をしてくださいました。社長さんはすごいトイレに出会ったのだそうです。詰まって流れなくなっていて、さすがにその社長さんも一瞬たじろいだほど。しかし自分にはできるだろうかとシャツの袖をまくり、詰まっているところに手を突っ込んだそうです。そして奥に詰まっていたものを取り除き、水を流したら無事に流れたということでした。そしてその社長さんの話を聞いた女性社員もある日
詰まったトイレを見つけてしまった。意を決して自らも手を突っ込んでみた。その結果、とても爽快感を味わうことができ、やってよかったと心から思ったそうです。それからというもの、金銭的なことや仕事で悩みやトラブルが全くなくなってしまった。もう何も心配せず、ただトイレ掃除をしているそうです。そのようなやりがいのあるトイレを見つけたらラッキーだと思います。詰まったトイレなどめったにあるものではありませんから、詰まったトイレに出会わない人生はつまらないと言います。掃除のやり方は自由ですが、汚れに対して生身で近づくほど臨時収入の額の桁が増えるようです。ゴム手袋を使うよりは素手、小さな汚れにも手を抜かず、落ちない汚れには爪も使う、自宅だけではなく不特定多数の人が使うトイレもきれいにする、私も何年も前から行く先々のトイレをこまめに掃除するようになりました。トイレットペーパーで便座を磨き、こびりついている汚れは爪でさっさっと削り落とします。ある回で私の話を聞いた11人の主婦がトイレ掃除を始めました。すると1ヶ月後には全員に4万円から30万円の臨時収入がありました。さらに1年後には数回しか会ったことのない人から、世のためになることをされているからと800万円もの遺産をいただいたそうです。トイレ掃除をしている人は皆さん、臨時収入があるとか、鬱が治るとか、そういう損得勘定でトイレ掃除をしています。純粋な心でなく損得勘定でトイレ掃除をしていいのですかと聞かれることがあります。純粋でなくて全然構いません。損得勘定、下心、邪心、野心ありで結構です。大事なのは面白がること。人間は完全に純粋で綺麗な心になってから行動しようというのでは、何をするのも無理。100年、200年かかります。詰まったトイレとの出会いは大きなラッキーの予感。